何してないんですか。おう、すまんすまん。何見てた。ちょっと着替えてはったから。すごい向こうのビール別でやろう。それはええねんな。別に浜松町ってそんな旅行に来るなんてそんな横に見たって別でええねやろ。いや、あかんことないよな。いや、もう やとし、いや、俺法律家に言うな我慢する、そういう時してねん座れ今日どうしたんやなあ。いや、なんかそう、アホの子みたいなけどやん。ちょっとね、なんやろ、そのまあいろいろ好きなテレビ番組とかあると思うね。おうん、なんかこれよく見てるとか。はいはいはい。そのどんなん見てんのかな思って興味あるか見てくれてある方は、あ、こ、あ、こんなん見てんねや、ダイアンの2人は。なるほどなるほど。とかっていうのはそんな話別にせえへんやん。まあまあな。だからちょっとそういうね、パーソナルな部分、うん、なんかあるん。これ絶対見てギルガメやったっけやってんし乗りてんやってへんよ、KBS 京都どうやって見んねん。あ、そう。よく見てんの、朝は、うん、スッキリ。あ、そう。もうスッキリばっか見てる。もう20の時とかもうたまらんかったもん。20が出てたってこと。20がなんかずっと追っかけてて、あ、密着みたいな。そうそう、密着っていうか、そのオーディションの時とかな、うん、まあ、あの時もずっと見てたな、20。それ20を見てるやん、スッキリじゃん。いや、もうスッキリの中でもその20、それがさ、特ダネが追いかけてたら特ダネ見てたやん基本でもうちスッキリやん。あ、そうなん。基本スッキリ、もうやっぱり加藤さん大好きやし多分ごめんな、うん、そのすごいなんか、うん、あれすごい言ってくれてありがとう。なんか多分やけどディレクターが思ってるのがそういうことじゃないっていう顔してた。なんか苦虫噛みつぶしてた顔してたからちゃいますちゃいます。そう、そう、この番組大好きやねそういうことじゃないね。あ、マジで必ず見てるスッキリでも、あ、そう、世界不思議発見、あ、まあ、ツイッターで絶対見る。不思議発見大好き。まあ、ああ不思議発見に、最近な、うん、国内しか無理ないけど、コロナで、うん、海外の時とかも大好きやって、うん、もう旅行行ってる気分になるしさ。わかる。一人ね、あの旅人で好きな人いて、あのサバサバしてる人いてな。あの、そう、いるやんか、一人昔から出てる人、一番古株の人、うん、足大好きやの俺。あの、すまんすまんすまん、めちゃめちゃ上手で多分またちゃうみたいな。なんかそのこれは女の子可愛いとか、そう、だから不思議発見はすごいいいと思う。不思議発見大好き。例えばその海外でも分かるよ、その海外行ってる気持ちになるとか。そう、うん、岡田さんが横になってるあれもすごい変なんやけど、俺からしたら。まあな、岡田さんな、今なんか見てる最近の。あ、見てんやろ不思議発見。俺まあそのめちゃくちゃ面白い。つけてやってたらとか、そんな見ひん。岡田さんのガヤっていうか、なんかそういうかもうめちゃくちゃおもろいね。おい、あの草野仁さん。草野さん。草野さん。草野って難しい、間違えてる。草野さん、うん、とパネラーの人がやりたりするんだけど、うんうん、それプラスあの MC 側の横で岡田さんいてるんだよ。うん、でそのやりとりに対してなんかちゃちゃ入れてるっていうか、なんかやってるけど、うん、これ。岡田さんなんか言うやんのかなみたいな。それ言う必要ある。それがもうめちゃくちゃ言う、あんま言う必要ないやんそれみたいなさ、ただ単になんかガヤしてるみたいな感じで。いや、まあ仕事しようとしてはるんじゃん。それがめっちゃおもろい。この役割は何珍しい役割やってやんのみたいな。それ見んのも楽しいし、でも昔からね大好き、不思議発見は。不思議発見ね、俺もな必ず見るやつは俺も考えたけどやっぱないよね。ただまあよく言うのはでもほんまにまあ、NHK がやっぱり多いよね。ああ、まあな、ドキュメントとか、うん、あれない、その必ず見ようとしてるわけじゃないねんけど、なんかよう見てまうみたいな、ようこれをやってるみたいな。ああ、あるな。 NHK 再放送が多いしね。俺あの鶴瓶師匠の家族に乾杯と あとこれもうめちゃくちゃ見るやんっていうのが、うん、志村友達。志村友達俺3日、え、志村友達知らんの。あ、大悟さんやってるやつ。そう、ああ
あれ俺3日に1回ぐらいやってるのかなっていうぐらいつけたらやってるやろ。あ、見る見る見る。志村友達、あれ志村友達、そうや、志村友達めちゃくちゃやってるだ、それぐらいから志村友達、うん、いやでも、うん、俺 TVer とかではそれ愛席とか見るし、 あとロンハーとか、うん、まあ、バラエティ一通り結構見るよ。アメトークもそうやし、うん、普通の、まあ、夜あるバラエティ番組は見るな。へえ。あれ俺そうやって2ケツとか見るよ、見るかな。あ、うん、そうやな。あと水曜日とか、あ、ダウンタウンね、うん、水曜日ダウンタウン、あとあれかな、ダーウィン、ダーウィンが来た、ダーウィンが来た、 NHK、 ああ、な、うん、ぐらいかな。ちょっと最近はちょっと NHK を見てるっていうのでなんかちょっとカッコつけてない、カッコつけてほんまやねほんまやね、それやめようって言わなかったっけ。ほんまほんま。あとなんかその NHK スペシャルのやつやろ。嘘やん、もう嘘ついてるやんけ。ほとんどそれ俺 NHK ばっかり。もう嘘つき出してるやん、もう NHK 見てるとかめっちゃガンコつく。なんか見やすいね NHK が。会うてんのかな俺に。ほぼ NHK やろ。もう、ほんまに。それやめようって言わんかった俺前。ほぼ NHK やし、もうなんか最近飯とかも食うてないし。もうグブグブ太って。意味わからん、そう言ってるもん。それとか、ほんまに。もうそろそろそういう格好つけてやめない。 NHK 見て新聞も読んでへんし、お前はもう。ほんまに、マジで。マジでやないやんけ。ほんまやね。NHK で飯食ってへん。ごくつまやってへんからって、前ってやってるやんけ。夜9時だったらごくつまねえがやってへん。どういう意味やねん、今の。今のだけ教えてくれ。今のごくつまのやつだけ、悲しいで。今のごくつまのやつだけ意味わからん。どういう意味や。毎日ごくつまやってへんかなと思って探してるやんか。あ、ごくつまを。今日やってへんかな、ごくつまやって。いや、そうやったら俺もう、ファンザ、そうやったらファンザ見んねん、俺。ほんま、ついやっとボロ出したよ。ほんまに、俺。テレビ見てんねん。ほんまに。エロい動画ばっかり撮んねん。NHK も何も見てるねん。ほんまや、俺 NHK ばっかり見て。なんでもうほんマジで最近3日に1回飯食うの。もうそれが一番意味わからない。ほんまやね。もっと減らせ。3日に1回でこんだけ太ってんじゃったらもう2ヶ月に1回さ。ほんまやね。NHK 見てるとか3日に1回しか飯食わない。マジで。本ばっかり読んでるもん。でもう一行も読んでんやんけ、お前。マジで。ほんまな。ほんだけ、あ、他、お前の見てるやつ何？他何？すっきり。すっきりやろ、今。すっきりの。すっきりのほか。すっきりのほか。はぁ。もういいわ。スッキリの嘘ばっかついてる。 NHK なんてんねん。 NHK ばっかり。 あれなんな、俺 NHK が何じゃんかも分かってないよ。あとあれなんな、岡田さんがやってる、あ、ご長寿クイズみたいなやつ、うん、なんか年配の人、あ、面白いな。変なパネラーの人のクイズ。変な人、一般のね、ノーベル賞、うん、すごい時間にやってるよね。だからそういうところからじゃん。時間、そういうところからの不思議発見的なさに繋がってるかもしれんけどな。そういうお年寄りとのやり取りみたいなあるやん。あ、徹子さんの。そう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 。そういうのが上手みたいな。なあ、ほんま。あれだって4時ぐらいにやってない。4時半。そうやんね。そうやね。テレビ批評とかやってる時間やん。すごい時間よ。ちょうど見れへん時間。なんかもう起きてへんし。でもあれも見る不思議発見。だ、言うたやん。怖いね。さっき散々そんな話しゅうて。所さんのやつ。たけしさんと所さん。丸見え。テレビ特捜部。テレビ特捜部。それでくだってんだけ。丸見え。丸見えもおもろいない。おらんま見えへんやな。再現の V のとことかもめっちゃ面白いね。どうなんねんこれ。またこの人出てるみたいな。最初なんか。
変な紛争してきてとか、そうそうそう、バーンとかのやつな。お前ちょっとああいうの見るな。うん、で決まってるよね。そのワイドショーはこれとか。まあな。あの朝は確かに言うとスッキリとか。朝はスッキリな。うん、すごいな。もう絶対それなんや。絶対スッキリ。昼は？昼、うん。お昼もいっぱいやってるやん。TBS。ヒロオビね。ヒロオビ。うん。やっぱヒロオビの人多いよね。あ、俺ヒロオビやね。俺もヒロオビ。夜は？夜は報道ステーションか、あと NHK の一番難しいニュース。続いてる。寝てるやん。その時間寝てるやんけ。いやもう俺寝てへんてだから。すごいことしてる。1日2時間ぐらい。すごい。で合間走りに行ってるし。ほんま。でご飯は？ご飯3日に1回。すごいぞ。もう1日2時間しか寝るの。合間走りで。で NHK ばっかり。で3日に1回でご飯 NHK も死ぬぞ。いや大丈夫大丈夫。それちゃんと体がもうそういうサイクルになってるから。一回の飯ってすごい栄養のためにほんまほんま西野っぽい感じで言うほんまやねほんまにやってるやつさ、ほんまなんか映画館にファンの人と一緒の映画みたいあの明日はここ行きますとか西野やんそれ例えばお前が映画見に行くとつぶれてるだけで映画も見てるやろほんまほんまそんなんやわマジでな。ちょっともしね、募集すんなよ。募集じゃ募集じゃ。よかったよかった。うん。なんか言うてもさ、うん、またその辺の移り変わりもあるし、長寿のやつでも俺見たことないやつとかもあるやん。正直、あこれまだ知ってるけど見たことないんで。もしこれ面白いですよみたいなのあれば。募集した。さっきはせんとこうと思ったんやけど途中喋ってたらなんかして持ってたまた募集してる何の募集だこれ面白いですよとかいやそれもあったら書き込んでもらったらね映画とかやったら分かるけどぜひまた見ますんでねすごいなほんまに